おはようございます。釣り子 TV です。これ見てください。トキタグランドチャンピオンシップ2014年12月28日。実はね、俺、初代チャンピオンなんです。年間のね、上位成績者とか、あとは、青木大輔カップとか、小森カップとか、そういった大会の上位の人が参加できるですね、なんていうのかな、トキタボートのクラシック大会みたいなのがありまして、で、実はね、それのね、自分初代チャンピオンなんですよね。で、これを一回取ったっきりですね、まあ、YouTube 始めたりとかいろいろあって、でまあ、釣りがブレたりして、あもうねグランドチャンピオンシップには出れなくなっちゃってたんですね。なんだろう、微妙にその各大会の上位3位以内に入れなかったり、あとは、トキタのね平日トーナメントっていうのに出ていないから、結構ねそのチャンスを手にすることすらできなくてね、出れなかったんですけども、2019年、小森カップでなんとか3位入賞することができて、グランドチャンピオンシップ2019に出ることができるっていうことで、タックルの準備中です。でね、だいぶね、どういう感じで行こうかなっていうね、作戦が、見えてきたというか、まあ、これをやっていこうっていうのがね、決まってきたので、自分で見返した時なんかもね、参考になるかなと思って、こんな感じで、ライトリグロッドもね、結構いっぱい引っ張り出してきたんで、普段ね、どういう感じでライトリグやってるかってね、まあ、どういうライトリグロッド持ってるかっていう感じでご紹介していきたいと思います。まずね、本番で使うタックルなんですけども、この2本がメインかな。ね。これね、小森さんのスタディオスの 60ULS っていうやつなんですけども、これね、全く同じ竿が2本、ね、あります。これはね、両方ね、ダウンショットで、リグって、で、リールもね、両方コンプレックスっていうことで、これね、2本ともね、全く同じやつなんですけども、まあね、魚が釣れた時ってやっぱ結び直しとかした方がいいなっていうのはあるんですけども、魚の地合いが入った時にもうねすぐにね次のキャストを入れたいね、ということで同じねレッグワームを同じスーペリオの針、同じエンジンの 2.6g、 2.7g だったかなの、シンカーでリグってすぐねキャストできるようにこうやって準備しております。糸はね、3ポンドラインで今回組んでみたんですけども、前回小森カップ行った時ね、もういつ巻いたかわかんないね。あと、ワンキャストしたらね、そこが見えちゃうぐらいしか糸が入っていなかったので、今回ね、このシーガーのね、R18 のね、240メーター巻き、ちょっとお得なやつなのかな。これの3ポンドっていうの入れてみましたよ。なんで、糸も新鮮な状態のものが入っております。はい。で、それとですね、今回は、これ。エンジンのね、ハブくんが作ったスペルバウンドコアの6号、2分の1っていうやつですね。結構ね、6号っていうことで、長めで柔らかめ。ね、穂先はこんな繊細。この竿にゲイリー山本のねシルクワーム、ね、でこれはダイワの小さめのリールイージスでね組んでありますけども、ダウンショットリグで、準備しております。結構ね自分の動画なんかだとよくこのワーム使ってることがね多いんですけども、今年だと春先の霞ヶ浦のおかっぱり行った時なんかも活躍してくれたかな。まあね、こう、ゴリ食ってる時とかに効くっていう印象があって、まあこのレッグワームがワカサギっぽい餌を追いかけ回してるなーなんていう時によく効く印象があって、で、こっちはね、なんだろう、もうちょっとね、そこにいる小さなやつ食ってるなーなんていう印象がある時に、レッグワーム釣れないなーなんていう時に効いたりすることがあるんで、これね、シルクワーム。これが組んであるダウンショットがあります。まあ3本ダウンショットだね。で、これとね、
まあ例えば、まあ、ここら辺のゲイリー山本のディトレーター、青木大輔プロのデザインしたですねディトレーターですね、これでもね結構ねそこのなんだろう、エビ食ってんななんていう時に聞く時があるので、これはスモラバに合わせたりダウンショットに合わせたりするんですけども、ちょっと当日の状況によってこのシルクワームでやるか、このねディトレーターでやるか、ここら辺をね使い分けていこうかななんていう風に思っております。それとこれ、このサウンもねよくね動画で出てくるかなって思うんですけど、メガバスのね初期のエッジホックっていうねサウンなんですけども、 F ファーストっていうパワーで、まあ、F1 っていう感じなのかな、それにですねこれカットテール、ゲイリー山本のカットテールがついてまして、これはねあの重り今ついてないんですけども、試合の時はですねこれをスプリットショットリグにして使おうと思っております。ノーシンカーで使うってことはないかなと思うんですけども、でこれがね結構好きなね、通称自分なんか赤点々って言ってるんですけども、このね赤いつぶつぶがね入ったねカラーがねよく釣れた印象があって、ダウンショットでもないな、ゴリ食ってるわけでもないな、魚が結構ギューっとなんだろうストラクチャーについてるっていうよりも、まだ秋の延長線上でちょっとチリジリになってるなっていう時にスプリットショットリグで広範囲に探ろうかなと思ってリグっております。スーペリオフックの、2番サイズっていうのをね、つけてるんですけども、まあこの2番サイズでこのこれまたねちょっと効くワームがこの釣り方、ブレる時があって、カットテールでダメだったら4インチグラブね、3インチグラブではなくて4インチグラブ、これに付け替えて、放ってみようかなと思って、まずはね定番の結構ね自分の中では定番のカットテールから始めて、そんでもってなんかちげえなって思ったらちょっとねワームを変えて、まあスプリットリグとかでねやろうかな。でこの竿自体はねスモラバなんかにも非常にね使いやすいので、まあねその状況によっていろいろ考えて使い分けていこうかなってことで、もうねはい、スピニングは4本で一応ね負けられない大会なんで5本目組みました。これはね前回の小森カップの商品で、手に入れることができた、小森さんのねスタディオスのスタンドアップっていうね 6.2 フィートの竿なんですけども、ちょっとね、レングスが長くなった分、 あとおかっぱりでも対応するよっていう考え方の分ですね、ちょっと強めっていうことで、これには、スモラバが組んであります。このねスモラバな感じかなっていう時に、従来ね結構これ柔らかめの竿が多いんですけども、ちょっとパワーのあるですねこの62っていうやつを、ネコリグとかスモラバとかで、使いたくなった時にっていうことで5本目これを組んでみました。で、いろいろね組んでみたんですけども、今回ね首になった人たちっていうのがねいてね、こっちにいるんですけども、これね結構使う竿なんですが、今回はお家で待っていてもらおうっていうことで、まずねハブくんのとこのスペルバウンドコアの、60と2分の1 ULST っていう竿なんですけども、これね前回ねハブくんが目の前でねバス釣ったりしていいなぁなんて思ったんですが、ちょっとね張りのある竿なんで、でその張りのある竿でバタバタアクションさせることによってより深いバイトを出すっていうね、この小森さんの60よりちょっと、まあ最近っぽい竿っていうか、こうね穂先もね繊細なんですけども張りがある竿なんで、今回ねちょっとこれでの当たりの出し方がすごいね体に染みついてるんで持っていきたいんですけど、ちょっとリールもないからこいつは、今回休憩ね、ちょっとハイシーズンによく使って結構いい釣りできたんで持っていきたいとこなんですが、今回はねちょっと置いていこうと思います。あとこれ、これはね小森さんの V3 っていう竿なんですけども、
まあ、桧原湖とかでね、スモールマウスバスを釣るときに大活躍だよっていう竿なんですが、で、亀山でどこで使うかっていうと、非常に軽いスモラバを、まあ、10メーターとか深いとこに沈めて、そこ付近でスイミングさせるときに非常にね、このスモールマウス仕様のね、繊細なティップ部分が大活躍してくれるんですが、一週間前行った感じだと、まだ秋の延長っていう印象で、そこまでディープに繊細にリグを送り込む状況にはまだなってないなと思ったんで、この V3 ロッドは休憩です。またね、真冬の釣りになったらね、当たり出したいときはこの竿ね、非常にノリがいいし、あとは、ほんと魚を保持してるだけで浮かしてくれるいい竿なんで、持っていくんですけども、今回はおやつ。で、これ。こっちがね、V3 だとしたら、こっちは V2。ね、V2 っていう竿なんですけども、09年から、10年 JB トップ50のワールドチャンピオンを取ったのを記念して、こんな感じで、こうやってね、記念して作られた竿なんですけども、これもね、よく使う竿なんですが、今回はお休み。っていうのは、これが今までやっていた仕事を、この同じ62レングスのスタンドアップでやってもらおうかなってね。ブランクの特性とかちょっと変わるのかもしれないから、竿を変えるのは少し怖いんですけども、ちょっとね、これ、ほんとね、軽くてね、扱ってみたいなっていう竿なんで、ちょっとね、いつも使ってるこれね、これミノーとかやっぱり、スモーラバとか、少しね、60ULS よりパワーがあるから、ネコリグとかまで対応するんですけども、このね、V3、V2 はね、休憩で、で、ハブくんの固めの方の竿も休憩して、で、それはね、こっちに、ついてますんで、まあ、これはね、シルクワームのダウンショットで、ちょ、ココンっていうね、どうしてもこっちで当たりが出せないときに、300グラムとかね、そういうキーパーギリギリのやつをなんとか3本絞り出すために、リグってある、ちょっと柔らかめの、こいつが仕事するんで、っていうことで、スピニングだけで、5本、準備しました。で、もしね、もし朝一の段階でボコ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 ってね、3匹釣れて、あとはもう40アップ狙うだけだぜ。ね。なかなかそんなことないんですけど、時間いっぱい使って3匹釣るのが精一杯だと思うんですけど、もし朝まずめで釣れた時用に、こっち。これはね、従来の釣り子 TV なんかでね、三島湖なんかでよく使っているから、見慣れたタックルかもしれないんですけども、まずね、これがファンタジスタ、レジスタの 70H っていうね、ジグストとかで使う竿ですね。で、これにジグストがついてます。もしね、一発勝負仕掛けられるぞっていう時間があったら、一番自信のあるね、ブルフラットのジグスト放れるように、リグってあります。で、リールはグラビアスの、ギアキ7のもの。これ一番使い慣れてるんで、これは一応持ってきます。で、結構巻物でも釣れちゃうかもしんないって感じた時用にこれ。ね。タトゥーラエリートの大森プロのですね、クランキンっていうね、7フィートのね、なんでもござれの巻物竿。これに、ね。軽かったコンクエスト DC の200。ね。このリールがあればね、軽いプラグから重いプラグまで何でも投げれるので、で、この竿もね、ちょっと重いの中心ですけども、でも軽いクランクなんかもスパンスパン投げれるっていうことで、ちょっとディープクランクでドラッキングなんかしたくなった時に一応これもね、積んでいきます。出しどころがあるかね、出しどころね、ちょっとまだわかんないんですけども、こんな感じ。で、結構ね、メインに考えてるのがこれ。ロデオクラフトの、49シリーズのホワイトウルフの17ポンドっていう竿なんですけども、この竿がね、最近ブルフラットの釣りからどんな釣りでもね、非常に使いやすいんで、こんな感じで。ヘビキャロー、ね、いざという時に使えるように組んであります。
ね、リアクション気味に反応がいいなとかね、リアクションふわーっていう動きに反応がいいなって感じた時にすぐヘビキャロ対応できるように。でこれはグラビアスの、これもギアキ7のものですね。ギアキ7、ギアキ7で、この、ね、カルカッタコンクエストはローギアですけど、こんな感じでね、一応まあ使うことはないかもしれないんですけど3本ね組んでみました。で、使う具なんですけど、これもうね数がないんでね、ちょっとずつ大切に使ってるんですけども、結構秋口とかの釣り、あと真冬にもねヘビキャロなんかでよく反応が出るんで大好きなね、パワーゴビーっていうね、ピアフィッシングのワームですね。廃盤なのかな何なのかな、もう全然見かけなくなっちゃったんですけども、アラバマの具なんかにしてよく使ってるんですけども、これねテキサスリグとか、あとヘビキャロの具でも非常にねよく当たりが出るワームなんで、一本一本大切にも使っております。実際にね昔トーナメントとかねバチバチでやっていた時に、これでキッカーの50近い魚がヘビキャロでかかって優勝なんていうね嬉しい思い出なんかもあったりするので、ちょっとここら辺で形になって、あとの時間どうするかなんてね、すごい贅沢な状況になったらここら辺のワームを使おうかなっていうことで、一応ねストックの、まあ色ね大好きな白がないんで、このね違うね色なんですけども、まあこの色もねよく釣れるんで、中古でなんとかね買い溜めたやつとかね、これ、何個かね持っていこうと思います。でワームはまあゲイリー山本ね信頼のやつ中心ですけど、ここねスモラバなんかもいくつかね自分で巻いたものとかね、倉庫から引っ張り出してきました。このスモラバの使い方も面白い使い方があるんで、もしねいい魚釣ることができたら動画でご紹介していければなと思います。それと、まあ、最近お気に入りのスーペリオフックもねすぐねいろんな番手で出せるようにこうね、ワームストッカーじゃない、これフックストッカーになるのかな、こんな感じのケースに入れてですね、スーペリをスタンバイしております。本当ね前回最後に大会出た時にね、スーペリオの3番とレッグワームの相性っていうのがめちゃくちゃ良くてね、そんでもってまあこの、まあ、黒レッグね、これを準備してるのと、スーペリオも準備 OK ね。でネコリグやりたい時用にカルフォルニアロールとか、まあバックスライドすることはないだろうけど、一応ね夏時期に調子良かったハガーとか、あとはラスト1個になってしまいましたが、このねリバースクローとかね、あとはねゲイリーのお得パックに入っていた、あこの色も良さそうだななんていうねカットテールなんかも準備してみました。まあこんな感じでね、もうね基本はワームね、ライトリグでなんとか数を重ねたいな、でもってチャンスがあればベイトも一応積んでおこうと、こういう作戦で準備が、整いました。はい、というわけでねダラダラと喋ってきたんですけども、何にしてもね本当このねグランドチャンピオンにねチャレンジできるのもねそうないと思うんで、気合い入れてやっていきたいと思います。何やら青木大輔プロとかね、小森嗣彦プロもガチで参戦なんていう風にね、ブログに書いてあったんで、明日はね、時田ボートで、一日ね、釣りを楽しみたいと思いますよ。というわけで、本日の釣りコー TV はこんな感じで、釣りに行くもうね、何時間前なんですけども、ようやく準備完了っていうことで、ライトリグロッドこんな感じで使い分けてますよっていうのと、ベイトはこんなスタンバイですっていうね、大会の前の準備風景を撮影してみました。はい、釣りコー TV でした。